はい、皆さんこんにちは。いよいよ今日はですね、エクストルパーズ発売日でございますということで、今回はですね、なんと、エクストルパーズの主題歌を歌ってもらっております。メンさんと一緒に協力プレイをしていきたいと思います。それでは早速ですけれども、メンさんに登場していただきます。どうぞ。いやー、はい、どうもどうもどうも、いや、ありがとうございます。やっとね、発売を迎えることができましたということで、本当にかっこいい主題歌なんですけれどもね。ありがとうございます。ね、主題歌どんな感じでした？歌っていただいて。そうですね、ミスタースーパーフューチャースターという楽曲で、うん、やっぱりそのエクストルーパーズの世界観をすごくこう取り入れたいなということで、爽やかで、はい、こう熱くて、ブレンが持つもうひたすら前向きな、うん、歌詞にしていただいて、うん、これを聴きながらもこうプレーを早くしたいなと私も思っています。いや、本当ライブとかでもね、歌っていただいて本当もう盛り上がって、そうなんです、僕も行きましたけど、すごいちょっと嬉しかったですね。今回ですね、はい、まあ、2人でっていうか、さらにね、発売日ということで、はい、もう一人ゲストというか、一緒にプレーしていただく方も用意しております。はい、じゃあ来てください。どうもはい、ということで、はい、エクストルーパーズの、はい、アンポディレクターでございます。はい、どうも、よろしくお願いします。はい、今回ですね、この3人でちょっとプレイしていきたいと思うんですけれども、はい、今回ですね、まあ、ミッションプレイするにあたって、まあ、最初ちょっと普通にプレイするんですけども、その後にちょっと、うん、メインさんにちょっと、ね、クリアしてほしいちょっとお題があります。はい、これは一緒に3人で、まあ、協力しないとできない技なんですけれども、レゾナンスという、はい、今回使う技がありますので、それをメインさんに決めてもらって、それができれば、まあ、今回のミッションクリアということでいきたいと思いますので、ぜひ頑張っていきます。緊張しますね。ミッションいきますよ。じゃあ、せーの、ギンギラ一番星。押したらアクションします。始めよっか。これはフラグを立てるミッションなので、まず敵を蹴散らします。バン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 で、四角ボタン押しっぱなしで全然 OK なんで、で敵を倒したら出てくるアイテム取っちゃってください。黄色い構えの敵を拾いつつ、さあフラッグを立てましょうか。フラッグを立てましょう。近づいて丸ボタンですね。みんなで丸。開けてない。お、立ちました。はい。黄色。四角。四角。違う。これみんなのところに出てるんで、遠慮せずにバンバン取っちゃってください。そして丸ボタン、丸、お、それジェットキックが出せちゃう。そしてフラッグを立てましょう。立てます。あ、ちゃった。丸ボタン、違った。大丈夫大丈夫。左上の星がキラ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 してたら必殺技が打てるんで、はい、R の2を押してみてください。 R の 2、 これが必殺技だと。すごい、当たりました？え、全部外れました。なかなか珍しいパターンですね。ちょうど敵が新しく出る前だったんで、でもね、気持ちが大切。次のミッション、次のミッションで今の感じでやればバッチリです。でも出してちょっと気持ちよかった。気持ちよかったです。はい、ということで1個目のミッションクリアということなんでございますけれども、まあ、とりあえず肩慣らし程度ということで、はい、ね。サクッといろいろとね、必殺技も打てたし、はい、ね、当たらなかったけど。たまたまね、たまたま敵がいない時だからね。2個目のミッションはお題があります、はい、3人で必殺技を打つレゾナンスを成功させれば、はい、今回のメンさんのミッションクリアと。当然、まあ、実際ゲームをクリアしなくちゃいけませんけど、はい、アンドでそれもしていただければ、なんとメンさんにクリアしましたら、はい、豪華商品をとプラスてってれん、本日発売のこのエクストルパーズのソフトもプレゼントとね。なんだってそうなんですよね、予約受付中っていうね、こう書いてますけどね、これは当日はないですよ。これね、本物をプレゼントしますので、はい、これをぜひゲットしてください。頑張ります。はい、メイさんも準備 OK ですか？ OK です。て、OK です。ちょっとメイハン、おやおや、なんかつけてはりますやん、さっきと違って。そうなんです。今回、はい、エクストルーパーズが、はい、続おコラボということで、
なんとメイユさんからそんな説明していただきまして、私もちょっとかけさせてもらいました。そうなんです。今回メイユさんがしてもらってるのは、はい、ブレンモデルです ね。同じものをちょっとかけていただいて、ね、今ブレンも、はい、みんなかけてますね。今回あのゾフオンしてるんで、はい、皆さんメガネかけてますね。あの、はい、僕が今回使う、まあ、ブレンそうですし、ジュニーもかけてますし、ね、ルアンはもともとメガネかけてるんですけど、ちゃんとゾフモデルもあります。ちょっと一回り大きくなったんですよ。へ、はい、というので今回プレイしていきたいと思います。はい、始めよっか。初っ端のバグーカー面白かったですね。あれ、あれ、今、あー、そういうことか。今しれっとルアンを蹴ってましたね。あのこの敵ってこの背中の赤いところ、黄色いところが弱点なんで、お尻を狙って攻撃するといい感じ。で近づいて黄色い球をこう取って、近づかないと黄色い球取れないんですか、ね、近いって言わないと取れないです。どうほら、こいつら、ほら、出すよ。気分取ってって。危ない。これは良くない。いい感じ、いい感じ。黄色。近い。しょんぼり。先に行きたい。倒しとこう。いいよ、いいよ。空き狙って。お、腰。お、倒した。ナイスから。で、どうですか、黄色いの、黄色いの、ほら、出てるから。これ拾っちゃってください、でっかいの。こっちに来て。でかい塊を。そう、取っちゃって。黄色。お、いいよ、ステップ、ナイスステップ。溜まってきたかしら。あ、あとちょっとです。お、いいね、いいね。ほら、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 ほら。吸い込まれるように今。僕は行きます。はい、相手してます敵。今あの一直線にドンゴリ突進して跳ねられるっていうシーンが今見られましたね。大丈夫、なんでそんなに近づいちゃうの。近づいていいのよ。さあもっと、さあ黄色、ほら黄色回収、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 黄色、なんだそれ、何、黄色が出る踊り。あ、ピンチ、ピンチ、引きつけてくれ。あ、ピカピカしてる、ピカピカしてるよ。さあ回復、もう少しでゲージ溜まる感じかしら。溜まりました。お、青くなってる、青くなりました。お、来た。あ、俺が間違えた。やばい、危ない危ない、引かれた。とう L2、当たるか、当たるか、どうや、当たった、当たった、ズシーン、フィニッシュ、やりました、決めましたよ。見事ミッションクリアしました。イエーイ。いやいやいや、本当ね、決めありましたね、決めましたね、決めありましたね。本当にお二人のおかげです。いやいや、もう本当ね、協力できたのかっていう、してるしてる、もうどんだけ助けたかですよね。結構見事なステップさばきですよね。そうそうそう、結構それが協力プレイだから今回。こういうことができると皆さんにね、はい、アピールできたんじゃないかと思うんですけど、ね、でも私もすごい楽しみました。ゲーム得意ではないんですけど、うん、あのすごく覚えました、いろいろ簡単な操作で。そうなんかすごいそうね、結構かわしてましたよね。ステップステップステップで、ステップ一回するように戻ってきて当たってましたけどね。でも気持ちいいもんね、あの動きが。そうなんですよ、そこら辺が気持ちいいなと思って、ね、いやもうそんな感じで、あの見事レゾナスも決めましたので、はい、ということで豪華、はい、かおかました。お、重いのか、重いのか、ぜひこれをありがとうございます、もらってください。あのエクストルパーズグッズいろいろ入ってますんで、はい、これ、はい、はい、ありがとうございます。後であのこっそり開けてください。あ、わかりました。非売品のやつとかも入ってます。あ、本当ですか、はい、嬉しい。
はい、ということでメンさん、はい、何か告知があれば何かしら。そうですね、まずはやっぱり本日エクストルーパーズ、うん、ついに発売になりましたので、ぜひぜひ皆さんゲットしていただいて、うん、お家でたくさんプレイしていただきたいなと思います、はい、そして、このエクストルーパーズの主題歌ミスタースーパーフューチャースター、私歌わせていただいているんですが、こちらも本日から配信開始となっていますので、ぜひ各配信サイトやチャクラフルなどでゲットしていただきたいなと思います。あとあのこのミスタースーパーフューチャースターもきっと歌うんじゃないかなと思うんですが、うん、次のライブが決定いたしまして、うん、来年2013年3月2日に日本武道館で、うん、マイカマニアというライブを開催させていただきます。スペシャルコンサートですので、ぜひぜひ皆さん一緒に盛り上がって楽しめればなと思っております、うん、素晴らしい、行きます。ぜひ行かせていただきます。またノリノリで見てください。そう、ね、前スタッフであのライブお邪魔させていただいてね、もうみんな立ち上がってわーやってます。みんなすごい、ね、で最後決めましょうか、はい、じゃあ発売を記念しまして、ギンギラ一番星。